どうもすいません。阪神ジュベナイルフィリーズの結果分析です。1着ソダシ、2着サトノレイナス、3着ユーバーレーベンでした。いや、ちょっと最近流れが悪いというか運がないんですよね。ユーバーレーベン、どうしても買いたかったということで、ソダシとのワイドは拾えたんですが、本命打ち切れなかったっていうのはミルコデムーロ騎手だったからってだけですね。まあ本当に自滅の多いジョッキーで、まともに乗ってくれるかわからない中で本命打ち切れなかったんですけれども、まあやっぱ今回しかなかったユーバーレーベンがこれだけ人気がなかったっていうのはラストチャンスだったかもしれなかったので、まあミルコデムーロ騎手本命打てないっていうのが本当辛いですね。それでまあ副賞の方も買ってたメイケールに関しては最後止まっちゃったんですけれども、まあこれに関しては距離が長いっていうふうに勘違いする人多いかもしれないんですが、関係ないですね。道中引っかかってしまってて、あの時点でもう直線の長い阪神外回りコースで G1 ということになると最後苦しくなるのは当たり前で、で一番正攻法の外からの追い込みをしているのがメイケールであって、で他の馬たちと比べてメイケールが抜けて強ければ勝てるレースなんですけれども、他の馬たちも能力が近いところで、ソダシとかユーバーレーベン、サトノレイナスも思ってたよりもちょっと今回は少し状態が上がってましたんで、そう考えたらギリギリの勝負の中で引っかかってさらにロスの大きな競馬をしているメイケール、それは他の馬たちも能力があるわけですからああなるっていうところはあるんですよね。ですから阪神競馬場には外回りの1400メートルという条件はないんですが、もし外回りの1400メートルという条件でこの G1 が行われて同じような形でメイケールが競馬した場合ですね、その場合でも最後は苦しくなってたと思います。やっぱりラストの踏ん張りっていうところはですね、道中リラックス、あとは足の使い方っていうところでですね、リラックスして効率のいい走りができてるかっていうところが響きますし、やっぱり他の馬たちと比べてその辺ですね、安定感というか効率のいい走りができなかったっていうところで苦しくなるのは当たり前なんですよね。まあそしてさらにメイケールが苦しくなるだけだったら、それだったらメイケールは3着には残れてたわけですけど、まあユーバーレーベンが能力を出したことですね、もう10回中7回8回ぐらいは自滅するミルコデムーロ騎手が今回は自滅しなかったというところで、でユーバーレーベンに関しては能力が高くて力さえ出せば上位に来るっていうふうにそういうような評価をしてたわけで、そのユーバーレーベンが能力を出したわけですから、やっぱり着順がメイケール一つ落ちるっていうのはあり得ることなんですよね。でミルコデムーロ騎手に関してはですね、今回待てて直線勝負ができたんですが、これに関してはあんまりミルコデムーロ騎手を高く評価できない理由があるんですよね。というのはコントレールが勝ったダービーの時にも行ったんですけれども、その時にダーリントンホールにミルコデムーロ騎手乗ってて直線勝負ができてたんですよね。その理由っていうのはすぐ前にサリオスがいたんですよね。有力馬のサリオスみたいな有力馬をマークしながら直線勝負っていうような形だと動かないっていうことができるのがミルコデムーロ騎手で、サリオスが前にいたからこそそのサリオスをマークする形で直線勝負で競馬ができたわけであって、今回に関してもすぐ前にメイケールがいたわけですよね。メイケール武豊騎手がいて、武さんの後ろからついていって外から追い込もうっていうそういうマークをしただけであって、それでためが効いたわけですよね。ですから前にメイケール武豊騎手がいなければ外回って動いてた可能性もあったわけで、それが今のミルコデムーロ騎手で、今回は偶然マークして足を貯めることができて、それでユーバーレーベンは直線勝負で力を出せたっていうところがあるんですよね。そしてもう一頭、サトノレイナスですね。サトノレイナスもですね、少し良くなってたんですよね。やっぱりですね、この時期っていうのはキャリアが浅いですから、一戦ずつ使っていくうちにですね、成長する馬は成長するっていうところがあって、で、さすが国枝厩舎ですね。少しずつサトノレイナスをその足と胴体のバランスがバラバラな走りがですね、少しずつ全体的にしっかりしてきてっていうところで、思ってたよりもサトノレイナスは仕上がりが良かったと、仕上がりというよりかは能力が上がってたっていうところはあります。ただ、やっぱりですね、
ルメール騎手以外の波のジョッキーが乗った場合ですね、その場合だと、サトノレイナスは馬券圏内に来れたかというと、その可能性は低いかなっていうようなところで、道中や、あとは、そうですね、直線で追い出すところまで、その辺の反応なんかも手応えよく見えるかもしれないんですが、これはやっぱり、ルメール騎手の技術的なレベルが高いからであって、波のジョッキーだったら反応悪かったり、馬が気分害したりとか、そういうことは普通にあるわけで、ルメール騎手が乗ってるだけで、やっぱり、サトノレイナスはプラスアルファがすごくあるわけですよね。で、さらに、ポジション的にうまくいったところがあって、すぐ前にソダシを見て、マークする形で後ろからついていくことができてるんですよね。ですから、最後の方、ちょっとうちの方には入ってるんですが、ただ、手応えのいい馬の後ろについていけば進路が空きやすいっていうのが競馬なので、ソダシの後ろについていって、それで、やっぱり進路が空いたっていうところで、スムーズにいいところを通れたっていう競馬ではありません、ね。まあ、ただ、さすがに最後、ソダシの内に入ったっていうのは少し苦しいところがあって、あれが外に出せてたら、もしかしたらサトノレイナス勝ててた可能性があったんで、やっぱり内に入らざるを得なかったっていうところで、最後、ソダシに差し返されたっていうところはあるかなっていうような感じですね。まあ、これがやっぱり、打ち付きをするかどうか、外に出すかどうか、基本に忠実に外に出すかどうかっていうところで、ただ、まあ、極端に強引な形で内をついたわけでもなくて、ルメール騎手なんで段階を踏みながら体勢を整えてから内の方に入っている形ですし、あとは外に行けなかったんですよね。もうあのタイミングでですね、外に出したら遅すぎるんですよね。ラスト150ぐらいから外に出す形で育ちを追いかける形になるんで、立て直して外に出してたらもう全然間に合わなかったので、やっぱりあそこは内に行くしかない、もう追い出すしかないタイミングには入ってましたんで、しょうがない部分はあったかなというような感じではありますね。続いてはレース全体の流れがどうだったかなんですが、よかよか福永騎手が逃げまして、で最初の3ハロン弱ぐらいですね、500メートル前後ぐらいまではですね、ある程度ポジション取りの関係でですね、ペースが流れたような感じはあったんですけれども、ただポジション取りが落ち着いてからですね、結構スローというかですね、まあ、あのラップを見ればそこまで極端にペースは落ちてないんですけれども、中間のラップと、あとは勝負どころの1000メートルと書いてあるところ、この辺ラスト800に入るところなんで、ペースが上がっていかなきゃいけないんですが、ここが落ち着いたままだったんですよね。ですから実質はですね、ラスト600メートル3ハロンの競馬になったようなところがあって、で、よかよかの福永騎手の動きなんか見てても、ラスト600メートルから引き離すっていうような競馬をしてるんですよね。ですから、用意ドンとまではいかないのかもしれないんですが、まあ、ただ、それに近いような、スロー気味の平均ペースで後半勝負っていうような感じになったところはあったかなっていうような印象ですね。で、まあ、よかよかっていう馬は基本的にはスピードタイプで、1600メートルもちょっとギリギリぐらいかなっていうような印象の馬なので、そう考えたらこの逃げのペースメイクっていうのはあんまり良くはないですね。ですから、もっとその、ハイペース気味に逃げるというか、まあハイペースじゃなくてもせめて後半ですね、800ぐらいからはですね、ペース上げてって、コーナーから後続を苦しめてっていうような競馬をしないと、どうしてもその、よかよかじゃあ直線突き放すことは少しはできても、押し切るっていうのは難しいんですよね。ですから、よかよかの福永騎手はですね、決して下手な逃げはしてないですし、普通の逃げはしてるんですけれども、一発を狙うっていうのはそういったような厳しい逃げをしたかというとそういう感じではないので、ですからその分他の馬たちもですね、ラスト600のところまではついていきやすかったと思いますし、多分ペースが落ち着いたなっていうような感覚でみんな乗ってたとは思いますね。ですからメイケール武豊騎手が外から早めに動いていった、まあ、極端にまくったっていうほどではないんですけれども、あの動きっていうのはですね、マイペースで徐々に加速していくっていうような動きで、馬が抜けて強ければ押し切れる、そういったような乗り方をしている中で、やっぱり道中引っかかってスタミナを消耗したということと、あとは、やっぱり他の馬たちもですね、うちにいてもそこまで苦しい競馬になりきらなかったっていうところで、メイケールは多少はロスになったので、その分最後苦しくなってしまったっていうところもあったかなというような感じではありますね。それでは右の方から一頭ずついきます。ウィン・アグライア。
ウィンアグライアは、まあ、やっぱり、まあ、釣りたこう、補散苦らしいというかですね、まあ、全体的にスラッとはしてるんですが、力強さが足りないっていうような感じではありますね。まあ、ただ、今のウィンアグライアとしては仕上がりが良くてバランスはいい方かなっていうような感じでありますね。でも、ここのメンバーで G1 となると、このコースということになると、目立つところはあんまり感じられないっていう馬体でもあったかなっていうようなところですね。それで、まあ、馬についても、まあ、今回は厳しいところはあったんですが、ジョッキーも全く意味のない騎乗をしてるんですよね。中段で足を溜めて、それで直線向いてからも空いたとこ空いたところにただ突っ込むだけっていう。もうこれじゃあもう、ほんと今後 G1 とか重賞で乗っていくにしても、期待が持てない乗り方をしちゃってるんですよね。例えば腹をくくってもっと後ろから行って、基本忠実に内から外へっていう競馬をするだとか、そういうことをやっていかないと、もう馬にとってもジョッキーにとっても未来につながらない競馬をしてしまってるっていうところがあるんですよね。ルクシオン。ルクシオンはですね、ウィンアグライアとかと比べると少し重厚感があって、相手関係がこれぐらい強くなっても、他が自滅してくれればハマりうる、そういったような馬体ではありますね。かなり仕上がりは良かったと思いますね。で、後方待機で足を溜めてましたんで良かったんですが、ただ直線向いたところであそこでもうちょっと待てないかなっていうところですね。外に行ってればですね、外に進路が空いたのに、もう慌てて空いたとこ空いたところに行っちゃって爆に突っ込んじゃってるから、狭くなってブレーキかけざるを得なくなってるんですよね。一流ジョッキーたちがですね、どういうふうに進路を選んでるかっていうこと、こういったことをまず、レース前から考えなきゃいけないですね。もうただ空いたところ空いたところに行くだとか、そういうことではなくて、こういう感じになると、外が空く可能性があるとか、あとは基本的には外に出した方がいいということを、まず頭に置いておいて、特に G1 ですから、なるべくなら馬の邪魔をしないように基本に忠実に内から外へっていう意識、待ってでも外に出すっていう意識、ここからが必要で、それができなかったのが、また西村敦也騎手、若手ジョッキーっていうところで、すごいもったいない競馬なんですよね。外に出せてれば、待ててれば、もう少し着差が縮まって、ルクシオンも次につながる競馬にもなったかなっていうような感じではありますね。ジェラルディーナ。ジェラルディーナはですね、ルクシオンと比べると、ちょっと馬体、歩き方が軽いですよね。軽すぎるぐらいなんですよね。ですからその点に関してはルクシオンの方が現状では自力は上かなっていうような感じはあるんですが、ただジェラルディーナのいいところは全体的にその軽さがですね、バネにつながる軽さなんですよね。ですから、まあ、今のジェラルディーナとしては仕上がりは良かったですし、やっぱりこのままそのジェンティルドンナの血統ということで素質はある程度あるなっていうような、そういったような好印象な馬体ではありました。で、今回後ろから行って、もう、本当に直線だけの死んだふりの競馬だったんですが、今の状態ではこれで良かったですね。もしポジション取ってたら、全然伸びずに次に繋がらない競馬になってた可能性が高いので、パワー不足のジェラルディーナということを考えると、この形で良かったですね。で、直線で外に出してっていうような形で、最後、少し伸びてきたわけですから次につながる競馬になってましたし、このままこれから力強さとかいろいろと成長できる部分が出てくれば、もしかしたら桜花賞あたりでは印をつけなきゃいけないクラスの馬になっている可能性はあるかなというようなところですね。リンゴ飴。リンゴ飴は使ってきて足の筋肉とかは良くなってるんですが、足と比べて胴体が細く見える、特に後ろの付け根周りですね、腰周りとかその辺がもっとボリュームアップして胴体と足のバランスが良くなればもう少し体を使ってうまく走れるようになるかなっていうふうに思いますね。で、脚力に頼りがちになってしまうようなそういったような馬体ではあるんで、そうなってくると距離が持ちにくいというか緩急のある競馬に対応しにくいところもありますし、短距離を使った方がいいかなっていうような感じの馬体にはなってますね。で、まあ、中段から、まあ、ただ、うちの方に突っ込んでるだけっていう、もう何も考えてない騎乗でもありますんで、いいところもないかなっていうのは、まあ、ジョッキーもいいところがなかったなっていうようなところですね。サルビア。サルビアは、福永騎手は丁寧に競馬を教えるように使ってきたのに、それを前走先行して止まるっていう、次につながらないめちゃくちゃな競馬をしちゃったので、
そのせいでやっぱりパドックでの仕草、気難しさというか、集中力を欠くような感じが出てきてますね。ただ、馬体面とか歩き方自体は良くて、足先にも力入ってますし、出来としては良かったと思います。ただ、そうですね、基本的にはですね、以前から言ってるように追い込んだ方がいいタイプで、先行しちゃいけないのに先行しちゃいましたね。で、3番手の内から競馬をしたんですが、直線の入り口ですっと反応できなかった、こういうところが本質的に追い込み客室だからっていうところがあって、なるべく極端な先方を取って後ろから勢いをつけて徐々に加速する、そういうような乗り方が合うかなっていうようなところはありますね。ソダシ、ソダシは馬体面に関しては、まあソダシの馬体としか言いようがないんですけれども、まあ現時点でも完成度が高い、バランスが取れた馬体かなっていうふうに思いますね。で、現状だとですね、ある程度筋肉も洗練されてますし、比較的メリハリの効いた競馬にも対応できる、そういう馬体はしているのかなというような感じで、まあオークスとかはこなせる可能性はあるんですが、将来的に小判になってから中距離が合うタイプになる可能性っていうのは低いかもなっていうような馬体でもあって、まあ少しワンペース気味のマイル前後の方が乗りやすくなるかもなっていうような、マイルから2000ぐらいですね、それぐらいの方が乗りやすいかもなっていうような感じではありますね。今回は結構厳しい競馬になりましたね。基本的には瞬発力勝負にはしたくないタイプで、まあ今までも自分から正攻法の競馬をして後続の素足を封じ込めるっていうような、ワンペース気味にまとめたいっていうような内容でやってきてましたし、そう考えると今回は馬群の中からある程度瞬発力を求められるような乗り方をしてしまったので、それはちょっとソダシにとっては墓穴を掘りうる内容ではあったんですけれども、でも吉田隼人騎手がですね、慌てずにですね、直線入ってからもきちんと体勢を整えてから追い出してるんで、あの形になると、まあソダシも現状ではある程度は素足もいい馬ではありますんで伸びましたし、さらにこの馬のいいところは並んでしぶといところですね。最後なんかはうちの方から里のレイナスが来てて、一旦かわして里のレイナスがかわしてるんですが、そこをソダシが差し返してますんで、まあもちろん里のレイナスがですね、うちの方に入っちゃったりだとか、そういったような苦しい進路になった部分もあったっちゃあったんですが、ソダシ自体がしっかりと最後伸びたというところもありますんで、まあ、今回に関しては、まあ、勝ったチャンピオンとしてはですね、ふさわしい内容にはなったんじゃないかなというふうに思いますね。そして記録としても、白毛馬初の G1 制覇ということで、おめでたい勝利にもなったわけですけれども、ブチコだけじゃなくてですね、白雪姫も僕は覚えてるんですよね。サンデーサイレンス3区で白毛馬が出たということで話題にはなってましたし、で、その白雪姫もブチコも金子さんの馬なんですよね。で、こうやって金子さんが血をつないでいって、まあお金持ちで牧場も持ってる人だから、余裕があったからできたことなのかもしれないんですが、でもこういったような形で G1 馬を作っていったわけですから、まあ、本当にこれも競馬の一つの ロマンだなっていうふうに思いますし、金子さんはいっぱいダービーとか勝ってる、まあ、本当にすごい馬主さんなんですけれども、また一つ金子さんのその馬主としてのですね、ステータスを上げたような勝利にもなったかなっていうようなところですね。里のレイナス、里のレイナスに関しては、まあ、最初に喋ったんですが、まあ、やっぱりルメール騎手が乗ってたっていうのは大きくて、まあ、他の馬たちと比べてやっぱりルメール騎手が乗ってるっていうだけでだいぶ有利ですよね。でもそれだけじゃなくて、まあ、今回は、まあ、国枝厩舎もやっぱすごいなっていうようなところで、まあ、この短い期間の中でしっかりと成長させて、まあ、G1 でなんとか走れる状態まで作ってきたっていうところもあって、まあ、前走までとは少し違って馬体的なバランスだとか、まあ、見栄えのする馬体にはなったかなというようなところですね。ただやっぱり今までのレース内容なんか見ててもですね、ここで上位3頭に入る力があるかというとそこまでの信頼性はない中で、まあ、よくて
4番手、5番手、6番手ぐらいかなっていうような中で、まあ、しっかりと持ってきたっていうのはルメール騎手ですね。進路取りなんかも前に育ちを見ながら、手応えのいい馬の後ろにつけて、そこから進路を開くのを待ってっていうような形で、そういうような内容にはなりましたんで、まあ、ちょっと、うちに入らざるを得ないような状況になったっていうのは苦しかったんですけれども、でも、まあ、人馬ともにいい内容で、しかも次にもつながる内容ですんで、まあ、国枝厩舎ということを考えると、サットのレイナスは今後、成長を見込める可能性もありますし、まあ、今までのその不安定ですね、その前後のバランスの悪さとか、そういったような前後というか、足と胴体のバランスの悪さですね、その辺なんかが解消しつつありますので、まあ、もしかしたらクラシックの中で上位に食い込んでくる、そういったような馬になる可能性はあるかなというふうに思いますね。よかよか。よかよかというか、ルクシオンもそうなんですが、まあ、予想動画の方で言うの忘れてたんですけれども、熊本サンバ初の G1 出走ということで、この2頭が、まあ、あんまり数が多くないであろう熊本の方から G1 に出走するような馬が出て、しかも2頭ともそれなりにいい馬ですね。ここでも真ん中より上の能力があったかなっていうような馬たちです。で、よかよかはですね、やっぱり最初にも言った通り、もっとスピードを生かして思い切ったことをしてほしかったなというところで、まあ、綺麗に乗りすぎたような感じで、しかもラスト600の用意論に近いような内容にしてしまったんで、まあ、直線一旦突き放すような感じにはなったんですけれども、でもやっぱりその素足勝負っていうところでは、このメンバーでは厳しいところがありましたんで、最後刺されてしまって、よかよか自体は粘ってはいるんですが、持ち味を存分に生かしたという内容まではいかなかったかなというようなところですね。ナムラメーテル。ナムラメーテルはですね、まあ、ちょっとパワーがあるっていうような感じではないので、まあ、ちょっと乗り方としては、この条件でこのメンバーだとどうかな、乗り方が難しいかなっていうような感じはあるんですけれども、まあ、でも1004とか1002ぐらい使っていけばいいところがありそうな、そういったようなセンスのいい馬体はしてるかなっていうようなところですね。で、まあ、基本的にはスピードとそのセンスで抜け出すっていうような競馬が合う、もしくは、まあ、後ろから腹くくったらそれなりに競馬、足は使う可能性はあるんですけれども、まあ、現状ちょっとまともに乗りすぎたかなというような感じで、もっと後ろから腹くくって乗れば乗りやすかった、動かしやすかったかもしれないんで、あれだけポジション取るともっとレベルの高いジョッキーじゃないと簡単には動かないところもありますんで、まあ、ちょっとその点に関してはもったいなかったんですが、まあでも悪くない内容で、まあ、この馬は自己条件に戻ったらいいところが出るかもなっていうふうに思いますね。シゲルピンクルビー、シゲルピンクルビー使ってですね、軽くなりすぎたらどうかとは思ったんですが、まあでも仕上がりは良かったと思いますね。ただ、新馬戦の時ってですね、大体ほとんどの馬はですね、余裕があったりだとか、潜在的なズブさみたいなものがあるんですよね。あまり競馬を、あまりというか全然競馬を分かってないんで、逆にその足が溜まりやすいというか、そういうような感じがあったりする馬が多いんですが、シゲルピンクルビーはその一回使ったことによってですね、馬体全体がちょっとピリッとしちゃった部分があって、その分足が溜まりにくいような感じになったところもあるっちゃあるんですよね。ですからもっと腹くくって後ろから行って素足勝負とかにしないと、まともに競馬しすぎたんで足が溜まらないっていうような感じになったところもあって、まあ、これもやっぱりジョッキーのレベルが高くないっていうのもあるんですけれども、なんだか次にもつながらないような内容で終わってしまったなというような感じがありますね。で、一回使って今回の馬体になってくると、1004とかの方が乗りやすい馬体かなというふうに思いますし、1006よりかはワンペース気味の1002の方が乗りやすいかなというような感じにも見えましたんで、距離を短くして使ってみたらどうかなというふうに思いますね。まあ、距離が持たないというわけではなくて、例えば、ローカルの福島とか、中京じゃなくて、小倉とかの、あの辺の1700メートルとか、小回りコースで、貯めて、最後ビュッと伸ばすようなコース、そういう競馬がしやすいようなコースですね。そういうようなところだと乗りやすいかもなとは思うんですけれども。ユーバーレベン。
ユーバーレーベンについては、まあ、やっぱり素質がありますし、今回は人気がなかったということで、がっつり本命でがっつり取りたかった馬なんですけれども、まあ、とにかくミルコ・デムロキシュが乗ってるということで、ギャンブル性が高すぎて、まあ、10回中7回8回自滅しちゃうぐらいなジョッキーではありますんで、買い切れなかったっていうところがありますね。まあ、なんとかワイドまでって、諦めきれなくてワイドとウマレンは、ソザシ、メイケール相手で勝ってたんですけれども、ワイドだけじゃっていうところはありますね。ちょっと心残りですね。で、まあ、レース前にも言ったんですけれども、マイネル・ファンロンが兄弟で、マイネル・ファンロンはどちらかというとスピードとしぶとさっていうようなタイプで、そういうような感じはあるんですが、それに対してユーバー・レーベンは素足がいい後半勝負っていうような感じではありますね。ですから、現状ではその前後のバランスが良くなくて、前がちょっと弱いような感じというか、なんか不安定さが出てしまう走りではありますんで、その分その4コーナー前後とか直線の入り口で置かれちゃったりしてるところですね。直線の入り口あそこをスッと行けてれば勝ててたところがあったんですが、まあ、やっぱりあの辺で反応が良くないっていうところは現状のその完成度の低さというか、もったいない部分だなっていうふうに思いますね。まあ、もちろん例えばルメール騎手とかスミオン騎手が乗ってればあそこで直線の入り口もう少し反応いいかもしれないですし、直線の伸びも違ったかもしれないんですけれども、まあ、ミルコ・デムロキシュも直線はある程度は終えるジョッキーではありますんで、まあ、ある程度はユーバーレーベンも力は出した内容なのかなというようなところではありますね。オパールムーンに関しては今回のレースを見て学んだ人がいるんじゃないかなというふうに思いますね。前走のファンタジーステークスの時、最後方から大外一騎っていうような形で、いい足を使ってるんですが、ただ、ああいうレースはですね、見た目の錯覚を起こしやすいレースの典型でもありまして、その分僕はそのことについて話してたんですけれども、まあ、やっぱりオパールムーンはある程度はいい足は使ってても、そこまでの切れる足は使ってないっていうところで、やっぱりここのメンバーで G1 でっていうところで、しかも他にいい足を持っているユーバーレーベンみたいな馬たちと比べると素足で劣るっていうところですね。そういった点に関してはですね、レースでの実際の走り以外にも馬体面でですね、瞬発力の限界っていうところが分かるところがあって、やっぱりこの馬体だとあれぐらいまでの足しか使えないところがあって、まあ、もちろんもっと腹くくって後ろから極端な競馬をすればもう少しいい足は使えるにしても、ただここで上位の切れる足を使えるかというとそこまでの足は持ってないというところで、基本的にはペースが流れやすいもっと短い距離の方がはまりやすいかなというような感じはありますね。やっぱり短い距離の方が他の馬たちもスケールが大きくない馬が多いので、オパールムーンみたいに溜めてビュッと伸ばすっていうような競馬がはまりやすい傾向にもあるっていうところはありますね。青いゴールドに関してはレース前にもちょっと魅力を感じているようなニュアンスで喋ってたんですが、まあ、今回の内容もちょっと可能性を感じる内容でしたね。まあ、結構まともに中段ぐらいから追い込むような競馬をしたんですけれども、まあ、スッと直線の入り口で伸びきれないだとか、そういったようなちょっと瞬発力が足りない、あんまり器用ではないっていうところはあったにしても、それなりの競馬をしてますし、ステイゴールドの血統ということを考えると今後成長が期待できる可能性があると思いますね。で、現状だとちょっと右回りだと少し不器用なところがあって、左回りの方が乗りやすいのかなっていうような感じはあるんですが、ただ使っていけばですね、そんなに先ではない段階で右回りも問題なくなってくる可能性もあるかなというようなところで、まああまり右回り左回りも気にしすぎる必要はないかなというところはあるんですが、ただやっぱり直線の入り口とかその辺での反応ですね、あとは直線でのギアの上がり方、そういったことを考えると、レベルの高いジョッキーを乗せて、終えるジョッキーを乗せてあげればですね、もっと内容は変わってくるかなというふうに思いますし、成長段階ではですね、特にそういうレベルの高いジョッキーを乗せてあげた方がいいかなっていうような感じがありますね。まあ、ダンの騎手は、まあ、極端に下手なジョッキーではないんですけれども、まあ、でも、あんまり長くダンの騎手を乗せ続けると、もしかしたら成長
段階として足を引っ張る可能性もありますんで、まあ、なかなかいい馬なので、ちょっと使い方は考えた方がいいかなというふうに思いますね。ポールネイロン。ポールネイロンは、まあ、結構気品ある馬体というか線が綺麗な馬なんですけれども、ただちょっと今回は軽すぎるんですよね。 G1 だともうちょっとこのスピードタイプっていうのは重厚感ある感じというか余裕があるような感じに作ってほしかったなっていうようなところがあって、もう軽すぎるんで距離があんまり持たないというか後半のしぶとさもないっていうような感じの馬体でもあって華奢なイメージですね。そういう感じなので、例えば逃げてマイペースで大逃げとかそういう感じになってたら少しは違ったんでしょうけれども、2番手からまともに競馬をするっていう感じの、そういう競馬ができるような感じの馬体でもなかったかなっていうようなところで、まあ、気象的にはちょっと自滅したところもあるのかもしれないんですが、今回は苦しかったですね。まあ、ただスピードと走りのセンスはある馬だとは思いますんで、条件とかあとは立て直しがうまくいけばとは思いますね。英進飛天。英進飛天は同じ先行タイプでもポールネイロンよりかはしっかりとした感じがありますし、メリハリの効いた競馬にもある程度対応でき、しぶとさもあるタイプかなというふうに思いますね。ただ松若騎手が本当になんか最近は中途半端な競馬が多いというか、以前だったら先行して抜け出すときに早仕掛けに近いぐらいに強気に動く時があって、それがハマる時もあったんですけれども、なんか最近は松若騎手綺麗に乗りすぎているところがあって、この辺良くないですね。松若騎手の持ち味っていうのは先行での思い切ったところっていうような感じがありましたので、それでまあ結局は逃げてたよかよか福永騎手がラスト600ぐらいですね、まあ、コーナーから引き離しにかかるっていうような内容で、それにただ乗っかって綺麗に乗ってるだけの英進飛天松若騎手だったので、まあ、直線の入り口で反応が悪くなったりだとか、なんかもう本当全然意味がない競馬をしちゃってるというか、よかよかよりも先に仕掛けてですね、早め先頭ぐらいな、それぐらいな大胆な乗り方をしてればもう少しマイペースで競馬できたと思いますし、英進飛天はもう少し内容的にも走ってもおかしくはない馬ではあったかなっていうような感じではありますね。インフィナイト。インフィナイトは素質はありますし、血統的な良さも馬体の雰囲気に出てるんですけれども、ちょっと今回は全体的に軽すぎるというかですね、迫力不足っていうような感じではありますね。形だけ仕上がってるっていうような感じ、あんまり調子が良くないんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、まあ外枠も苦しくて、まともに正攻法の外を回るような競馬をしてしまって、でも、北村雄一騎手は技術的なレベルが高いので、あの形でもそれなりに走ってもおかしくない、それぐらいの素質がある馬がインフィナイトなんですけれども、やっぱり今回の仕上がり状態では苦しかったかなというようなところで、まあ、あと瞬発力があんまりないのと、それと使える足が短いじり足っぽいところがあるんで、なんかあのレース前にも言ったんですが、乗り方としてその勝ち切る、どうしたら勝ち切れるかとか、なんかその足の使いどころが難しいイメージっていうのは今後も出てくると思いますし、もし桜花賞で勝てることがあるとしたら、他の馬たちが直線止まるか、それかインフィナイト自体が、まあ、最後まで追い出しを我慢することができて、最後ビュッと伸ばすような感じの競馬ができるか、そういうような感じになればっていうところで、まず ですから状態面が戻れば掲示板ぐらいだったら全然ある馬ではあるとは思いますんで、まああとはそのインフィナイトで勝ち切る方法をいろいろと考えていかないとっていうようなタイプではあると思いますね。フラリオーナ。フラリオーナは、まあ、ちょっと華奢なイメージというか、瞬発力とかあとは能力的にもそんなには目立つタイプではないんですが、ただ現状では仕上がりとしては良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。もう少しその胴体周りとかがふっくらというか、後ろの付け根周りとかその辺がふっくらすれば見栄えが良くなるとは思いますし、走りのバランスも良くなるとは思うんですが、まあでもそれなりにいい仕上がりではあったと思うんで、もったいないのはもうなんか後ろの方で空いたとこ空いたとこ、うちの方に行こうとしてるっていうような感じで、
まあ、まともに競馬してないなっていうようなところですね。もっと腹くくって貯めて大外に出すとか、そういったような競馬をした方がまだいい内容で走ったと思いますし、だいぶ着差も縮まったかなというようなところがあるんで、まあ、とにかくジョッキーが何がやりたかったのかわけわかんないような内容で終わらせてしまって、馬の足を引っ張っただけで終わったかなというような感じありますね。メイケエールはですね、まあ、やっぱり厩舎によってはですね、馬体の成長の仕方とか馬体の形変わってしまうところがありますんで、まあ、ちょっともうちょっとメリハリの効いた感じでキレのある馬体に成長してほしかったなというような感じはあるんですが、まあでもこの厩舎だとこういう感じで丸みを帯びてっていうような感じになっちゃうのかなというようなところですね。まあ、そう考えるとですね、あんまりその 2000m、2400m をこなすとか、そういったような感じには見えない馬体ではあるんですけれども、まあ、ただやっぱりですね、基本的には厩舎っていうのは特に3歳の時っていうのは距離を伸ばせるように作らないと優秀な厩舎とは言えないので、メイケエールだったら 2000m まではこなせる馬になれる素質はありますんで、まあ、2000m を使えるぐらいに作っていくっていう意識が必要かなっていうふうに思いますね。で、今回に関してマイルが長いとかそういったことは全くなくて、まあ、やっぱり道中最初から引っかかっちゃうんですよね。パドックとかではすごいおとなしくて引っかかるようには見えないんですが、走り出すと引っかかっちゃうっていうところで、この辺もやっぱりまだ厩舎力が足りない部分もあるのか、それとも単純にメイケエールがこういうタイプなのか、まあ、道中とにかく引っかかってしまったっていうのが最後のばったり止まってしまった理由の一つではあるかなっていうふうに思いますね。ただ武豊騎手もですね、外を回りながらもですね、それなりに馬が強ければ勝てるような競馬してますし、止まったっていうだけではなくて他の馬たちが伸びたっていうのもあって、同じぐらいの能力のある馬たちが何とかいたっていう中でうまく立ち回ったり、最後までしっかりと走った馬たちがいたんで、メイケエールは4着になったっていうだけなので、とにかく今回に関してはメイケエールが最後止まったのは距離が長かったということではないので、というのは引っかかるからといって距離を短くするっていう、そういう調教師さんっていうのはもう全然レベルが低いんですよね。一流調教師は基本的にはなるべく距離を長く使えるようにですね、作っていくっていうのがあって、まあそれがためが効くように作れたりだとか、スケールの大きな馬に成長さすっていうことにつながりますんで、引っかかるからといって短距離に使うっていうのはこれはもう問題外なんですよね。で、メイケエール自体も馬体面とか今までの走りなんか見てても全然距離はマイルは問題ないので、桜花賞で今回以上にですね、しっかりと折り合いがつくように、しっかりと能力を出せるように作っていけないようじゃ、やっぱり厩舎がダメだったなっていうような感じにはなると思いますね。以上です。失礼します。